アイコカスマートアイコカスマートアイコカは西日本旅客鉄道が発行しているサイバネ企画の IC カード乗車券アイコカの一種でクレジットカードと紐付けることでサービスを拡充させた記名式 IC カードである2006年2月1日から発行されたこれ以前より発行されているアイコカが持つ機能に加えクレジット決済によりキャッシュレスでカードにチャージができる クイックチャージサービスが利用可能なほか、JR 西日本のポイント制度である J、ウエストポイントが付与されるなどの差別化が図られている。ビュースイカカード JQ 守護化などと異なり、アイコカ機能を同梱したクレジットカードではなく、スマートアイコカにはアイコカとして以外の決済手段を持たない。子供用のスマートアイコカはなく、種類は1種類のみである。当初、 スマートアイコカの利用は JR 西日本のハウスカードである J ・ウエストカードの会員に限られ決済用クレジットカードも J ・ウエストカードのみであったが2008年7月1日からは J ・ウエストカード以外の多くのクレジットカードに対応するようになり使用者が J ・ウエストカード会員である必要はなくなったカードの図柄は通常のアイコカとは異なり カモノハシのイコちゃんが大きくデザインされている。2007年秋のキャッチフレーズは、バトンタッチして愛子か。購入には対応する、クレジットカード MUFG カード、UC カード、DC カード、デビットカード付加の所持が必要となる。緑の窓口等では販売しておらず、以下のいずれかの方法で購入を申し込むことになる。いずれの場合も、申し込み時に2500円,円が、 クレジットカードにより決済される。同一人が2枚以上のスマートアイコカを持つことはできない。なお、定期券を追加購入した場合に、スマートアイコカ定期券という名称で扱われるが、手持ちのスマートアイコカの表面に購入した定期の内容が設定されるだけであり、異なった種類のカードに交換されるわけではない。また、2011年6月1日より、 京阪電気鉄道において、また2012年12月1日より、近畿日本鉄道において、愛イコと愛イコ定期券の発売を開始したが、京阪と近鉄では、スマートアイコ定期券の発売は行っていない。2016年2月下旬から、愛イコ定期券を発売した愛の風と山鉄道でも、スマートアイコ定期券の発売は行っていない。 2018年3月31日までは、スマートアイコカを新規購入すると、アイコカ残額払い戻し券が交付されるサービスがあった。通常のアイコカに新規購入した、スマートアイコカと払い戻し券を添えて、窓口に申し出ると、1枚に限り手数料無料で払い戻すことができる。前日の通り、IC カードとしての機能そのものは、通常のアイコカと同じであるため、 利用方法はアイコカに準じており、読み取り装置にタッチするだけで乗降が可能。また、アイコカ電子マネーも同様の使い方になる。スマートアイコカは、現金のほか、クレジット決済によるクイックチャージ、J、ウエストポイントからの移行である、ポイントチャージの3通りでチャージを行うことができる。上日のチャージ方法のほか、スマートアイコカ独自のサービスがある。 ありがとうございます。